はい、どうも、ロシェルです。ウェイ。じゃあね、次のミッション行きましょう。デビューメイト進めば進むだけ武器の幅増えるからさ、個人的にケロベルスよりもベオルフの方が使い勝手いいんだよね。そこら辺が出てくればだいぶ変わってくるんだけど。はい、兄弟対決です。そして、これはちゃんとソードスタイルに戻す。基本的に俺、銃使わないようにするわ。ベオルフ出た後の銃むっちゃ強いかな。先に降りちゃいます。鉄頭部をしっかりね、序盤を作りたい。当たるか。うわー、2体も来た。よし、あれ、モーリハルコン。はい、チェックメイト。カフだな、マイケル。みんな知ってるか、こういうのも難易度ノーマルなんだぜ。一応ね、プレ3版でも3も、あ、違う、プレ2版でもちゃんと持っててね、両方ともクリアはしてあるんだわ。ダンボスもある。ヘブン&ヘルかあれを出すために頑張ったけどね、なかなか楽しかった。ワンがね、でも個人的には一番難しかった。ワンむずいよね、普通にシャレにならねえもん、強さ。で、まあね、この上にも本来はブルーオーブ、こうだ。ここのとこあるんだけど、もう解消してあるから、ありません。はーい、久しぶり。45秒。はい、一瞬見つけ。撃った。お前急に開くなよ。オッケー、やーべ、あと3分で異次元が来るイベントが。やーべ、申し訳ないと思う。ルパンファンなんで、ルパンコラボ中に絶対な。フジコか、あれだわ、次元。あ、ゴエモンの結構欲しいな。いやー、痛い。3が5に引くんだよな。ザコが出る。出てる。こいつはザコを召喚することができます。やべ、まだだぞ。全然弱い。一緒に当たり始め。いや、もう敵がデビルトリガーしこない時点で余裕ですわ。うー、疲れた。あ、そう、まだ壊、ドイムさん壊してないか。すんなり破壊。わーい、分かったよ。すげえ顔してんだあいつ。
この世の全てを見てきたような絶望した顔が。いざ出陣じゃー。ついに俺実況やってるうちにメインウェポンはあくまでリベリオンで進化をしていきます。基本的にはね、もしかしたら例外でネバーンベオルスが装備するかもしれないけど。ああやばいよ、次元来ちゃったよ。行かないと速攻このミッション終わらせよう。というわけで今回もパート1つで終わります。あ、ミッション1つで終わります。バージで倒して終わります。出陣じゃ。で、ここ戻ったとこに本来はゴールドオブガール回収済みです。あらあら言ってるおっさんがいるぞ。あ、足んねえよ、ザコロモン。ロックオンの変え方が違うんだ。こうだと、敵がいる方向に倒して R1 を押し直せばそっち向くんだけど、なんていうかな、デビメンや左次の仕込みなんだよ。かなり回収。さあ問題この後だ。違う。そこやれこいつ。かっこいい。コンコンボでやるんだこれ。終わり、終わりなわけないよな。マジで早く解けお前。違うお前らじゃない、こっちを俺が倒してやる。ちょっとどんだけお前ら湧いてるの、無理か。リボルバー使えないとつらい。かっこよく決めた。でこの体力でバージルと挑まなきゃいけないってのも結構つらいよね。若干ついつい重傷しそうになってしまう癖がある。フォーユーザーあるある。こっちのバージルも強いんだよな。個人的にはデビメイはでバージルは3の方が好きだね。3の方がなんかね、うん、個人的にかっこいいと思う。4確かにいいんだけどな。
ああ。じゃあ個人的にこだわりとしてバージル戦では、バージル戦目は、このリベリオンとエボニアイブに戦います。2戦目も同じかな。3戦目は俺、ベオルフとリベリオンとエボニアイブにで。ね。なぜ、ベオルフを使うかってのはネタバレになるから言わねえけど、まあ、兄が、ってことにしといて。やーべ。テンション上がってきましたわ。音楽流したいけど、音楽ってかスピーカーとかコンポがうるさすぎて音入っちゃうんだよね。あのジャスト構造の動画見てたら思ったんだけど。かっけー !You showed up? いやー、フル HD って書いてあったらもっと綺麗になってるのかなと思ったら、そうでもないんだよ、フレッド。You sure know how to throw a party. でも全然楽しいわ。No food, no drinks.And the only babe just left. いやー、むしろ入ってたけどね。My sincerest apology, brother. I was so eager to see you, I couldn't concentrate on preparations for the bash. 早く受験倒すんだ。At any rate, it's been a whole year since we last met. How about a kiss from your little brother? Or better yet, how about a kiss from this? かっけえ。 So.This is what they call a heartwarming family reunion. バージルらしいな、だからね、むっちゃかっこいいよ。You got that right. かっけー、やべ、BGM が最高。煽り。バージルのあの空中攻撃が意外に判定があるから、なんていうの、後ろとかあのこう避けると結構当たるんで、だから素直にサイドロールでバージルがよく判定があって、ダメージも結構厳しくなる。で、バージンの髪型、これダメージ与えるとダンテみたいに圧倒。これがね、きつい当たるかも。ナイス。当たるか。はい、終わり。実は俺ボス戦の方が得意だったりする。かっこよすぎるからこいつは。当たる。いい音。二人とも人間離れしてるわ、やっぱ。 Why do you refuse to gain power? The power of our father, Sparta. Father? 全然悪いやつに思えないよ、バージルは。バージルの人間だな。 I just don't like you, that's all. どんだけそこに力かかってんのっていうね。でっでーん。Foolishness, Dante. Foolishness. Might controls everything. And without strength, you cannot protect anything. Let alone yourself.1やる前に、あ、でも1やったとしても3は全然可能できるからな。
とデミメインは両ゲーって神ゲーだわ。いまだに種類に根強いファンいるからね。今でもこんなようなシーンはあります。 Do you finally have it? Yes. Now the spell Sparta cast will be broken. Okay.I see a devil inside you has awakened as well. Wait! We should leave. For the moment, we have all that we need. かっけー。明らかやばいよ。来ましたデビルトリガー。こっからがデビルメインの楽しいところは。やばい、もうゾクゾクしてきた。早く続きやりたいけど、俺次元もう一回。多分バージルはノーダメじゃねえかな。というわけで今回は今週終了じゃな。